界一大きな蝶と呼ばれている蝶もこのトリバネアゲハの仲間のメスなんです。これを見ていただくと分かると思います。蝶の羽が粉の鱗粉でできているっていうのは皆さんもご存知かと思いますが、こういうふうに拡大することで分かってくる部分もあります。この日本でいうアオスジアゲハの仲間も結構中国とかアジアの方になるとすごく綺麗なものが多いです。縦の線が入っているっていう意味ではすごい似てますが、東南アジアの方でもすごいキラキラしたこのオオルリアゲハ、やっぱり暑い国の蝶だと比較的キラキラしたものが多くて、綺麗だっていうことが分かります。暗くなったり明るくなったりっていう変化があるのが分かると思います。日本国内で採れた蝶ばかりでなく、外国産の蝶もたくさん展示してまして、本当にいろいろな種類の蝶を見ることができます。会場内の方でクイズも行ってまして、そのクイズの答えを探しながら、楽しくいろんな種類の蝶がいるってことを知ってもらえるといいかなと思います。本当に蝶を好きな方も見ていただいても楽しめますし、そして蝶にあまり興味ない、そんな知らないという方でも来ていただくと、本当に新しいいろいろな発見があると思いますので、ぜひ博物館のこの蝶々大集合の方にいらしてください。つい最近では北の方、大子町であったり日立市、そういったところでも赤星ゴマダラ